こんにちは。速稼塾の久保でございます。私ね、メンタリストDaiGoさんが必ずしも嫌いではないんですよ。ただやっぱり、基本的にはこの人は、二つ私思うことがあってね、いつも。一つはですね、今の立ち位置から、私たち、声なきものをものすごくね、馬鹿にしてるなっていうところはあるんですよ。いわゆる足の裏に引いてるっていうかね。いい気になってるという言い方もあります。そして二つ目なんですけども、DaiGoさんのご自身の言葉を借りれば、DaiGoさん自身ね、いじめられた経験があったそうなんですよ。だからどんなことをされたら人は惨めな気持ちになるのか、追い詰められるのかってことをよく知ってるんですよね。で、それを今使ってるんですよね。誰に言って、私たちにですよ。今、Twitter DaiGoさんのがありますけども、一番下の方見てください。一番闇の闇はこの手のひら返しの大衆だ。タレントを追い詰めるのはいつだって大衆そのもの。つまりは私たち大衆でしょ。DaiGoさんのように賢くもないし、有名人でもないし、お金持ちでもないですよ。力なき大衆です。私たちがいわゆるタレントを自殺に追い込んでるというふうにDaiGoさんは結論付けてるんですよ。いつもこの論調なんですよ。大衆がバカ。大衆が影響を受けてその気になる。真に受ける。ね。でも、そういった真に受ける私たちの特質を利用して稼いで今の地位にいるのは、このメンタリストDaiGoさんそのものなんですよね。メンタリストDaiGoさんは私たちの弱さを巧みに利用して、そこをついて、そして救済の言葉、もしくは励ます言葉を使うと称してね、結局は最終的に影響力を自分一人で手に入れたり、私たち力なき者からお金をかき集めて、自分一人が大金持ちになって、そして、ライブ放送を私ね、見ることが結構あったんですけども、ある方がね、お金を稼いでる話をしたら、私1時間でその金額稼げますよっていうふうにポロッと言うわけなんですよ。で、一生懸命人は働いて1年間で200万、300万稼いでるわけなんですよ。それをね、いとも簡単に、私1時間ぐらいで稼ぎますよって、お疲れさんバイバイみたいな感じでね、そんなことを聞いたらやっぱりコメントする方も萎縮しちゃいますし、この人には自分たちの気持ちは分かってもらえないなっていうふうにダブルショックを受けちゃったりするんですよ。と同時にですね、DaiGoさんのその論調が好きな人とかは、自分に力がないことをね、DaiGoさんが人を貶めることを自分の代わりにやってくれるっていうふうな高揚感に駆られちゃったりするんですよね。だから本当にこの辺は、DaiGoさんがメンタリストっていうね、多分、ものすごい立場なんでしょう。メンタリストって言葉でもすでにね、私たちはメンタリストっていう先入観をDaiGoさんに持っちゃいますよね。それをまた再度利用して、DaiGoさんが言うことは人の心理をきちんと分かって言ってることだから、そして多くの論文を元に言ってることだから、間違いないんですよと。しかも、DaiGoさんにケチをつけようもんならね、いや論文に書いてあったんで私の意見じゃないですっていうふうな言い逃れも用意してるわけなんですよ。とにかく賢いわけなんですよね。もう一回この短いツイートを読んでみますけども、芸能人の闇暴露するという詐欺師の言葉を真に受けて騒いだかと思えば、自殺する芸能人が出たらかわいそうだ。芸能界の闇だと陰謀論で騒ぐ。というふうに、結局私たち大衆は、バカなんだよと。ね。一番手のひら返しして人を貶めてるのはお前らじゃないか。っていうふうにDaiGoさんは言っていて、自分はそうじゃないけどね。っていう意味も込めてるんですよね。私はそんなこと関係ないですよ。手を汚してませんよ。私は清廉潔白、自分だけは正義の人ですよって。君たちが、大衆がバカなんでしょっていう言い方なんですよ。だからね、そのDaiGoさんにでも影響力を持たせてるのは、こう言われながらも、やっぱりDaiGoさんを尊敬崇拝する人々なんですよね。やっぱりこういう人を敵に回したら怖いと思うんですけども、敵に回したら怖いからっていう理由で、この人になびくんですかってことですよ。ね、ロシアに組みする、なんとかかんとかみたいなもんでしょ、そうなったら。だから損得ではなくってね、この人についていたら得、この人に逆らったら、怖いとかじゃなくって、N 国党の立花隆さんじゃないですけども、DaiGoさんに盾つくのは怖いけども、でも正しいことはやっていきたい。その気持ちこそが正義なんじゃないかなと思うんですよ。このDaiGoさんに正義はないね。私はそういうふうに思います。もちろん正義の向こうには別の正義があるって言葉も知ってますよ。絶対悪なんてないし、絶対正義なんてのはないと思います。ただ、この社会で生きていく私たちは、明文化された正義はないけども、心で感じる正義や、どす黒く感じる悪ってものがあると思うんですよ。DaiGoさんはいつの間にか、うん、悪の化身になってしまったんじゃないかなと思います。それを今まで私たちが見抜けなかったのか、それとも途中からこういう人に変わってしまったのか、それはまだわかりませんけどもね。はい、短いツイートの中で感じることを言ってみました。